今回は、光子戦場までに毎日自発したいマルチと武器の必要本数について紹介します。まずは、メタトロン HL。目的は、炎の柱です。炎の柱は技巧台を持っているので繰り確定編成を組めますが、シンデガリア武器なので非常にドロップ率が低いです。ですので、技巧中を持っている旧レガリア武器のミトロンの弓と組み合わせて用いられます。詳しくは少し前に投稿した動画を概要欄に載せておくのでそれを見てみてください。必要本数だけまとめておくと、両面ならば2から3本、片面ならば3から4本です。次は、シュバマグ HL。目的は、メタトロン自発用のクリスタルと光エレメントです。闇子戦場直後なので光エレをたくさん持っている人もいるでしょうが、光を強化していくと爆速で溶けていくので毎日ちまちまと集めておきましょう。次は、オーディン。目的は、スレイプニル臭です。排水中と剣手台を持っており、必要本数としては、マグナワレイから2本、神石は1から2本です。神石はわかりますが、マグナでも必要なのか、と思った人もいるでしょう。ここで注目するのはシュバ剣です。方陣後陣と通常後陣、両方を持っているので、マグナ×ゼウスでも普通に強いんですよね。両面マグナでは耐久力に不安が残る場合は、マグナ×ゼウスにしてスレイプニル臭を入れることがあります。しかし、最近の150ヘルはあまり強くないので使わないとは思いますが、一応集めておいた方が良いでしょう。また、オーディンのアニマは覚醒レベルを5から6に上げるときに3個必要です。次は、アポロンとアポロン HL。目的は、オールドアルテミスとアルテミスです。マグナ用か神石用かの違いだけですが、共に高陣台と排水晶を持っています。HP が減りやすいマルチでたまーに使われることがあります。必要本数としては、0から1本でしょう。また、アポロンのアニマは覚醒レベルを5から6に上げるときに3個必要です。次は、ヘクトル HL。目的は、ヘクトルのアニマです。覚醒レベルを6から7に上げるときに5個必要です。高級カバンのアニマは意識して集めないと集まらないのに、要求量が意外と多いんですよね。次は、ルオー HL。目的は、ルオーホーンと耳飾りです。ルオーホーンは通常攻撃の余ダメしか上昇しませんが、光では貴重な上限アップ系の武器となっています。必要本数は、マグナ神石ともに1から2本です。以前投稿した動画を概要欄に載せているので、詳しく知りたい人はそこから見てみてください。次は、シュバリエマリス HL。目的は、セイハートです。コロンバばかり注目されているせいで、スキルを知らない人もいるでしょう。セイハートは、技巧賞、イクシード、奥義上限 15% アップ、クラフト、クリ発生時余ダメ2万上昇となっています。使い方は2通りあります。一つ目は、アーク2本と組み合わせて繰り確定にしつつ、クラフトで余ダメを上昇できます。一方、光シャルロって解放武器のクレイブソリッシュでも同じことができ、さらに高陣台がついているので、4凸を持っているならばクレイブソリッシュの方が優秀です。二つ目は、イクシードを活かしての奥義軸、特に奥義軸肉集め編成で使われます。光はキャラも武器も上限が全然足りないので、奥義上限を上げられるセイハートが採用されることもあります。ちなみに、十字解放武器のフェイトルーラーはエクシードの他に、高陣台と飛翁章がついているので、4凸持っているならばこちらの方が強いです。まとめると、セイハートは技巧編成や奥義編成で使われはしますが、所詮ドロップ武器なので、それぞれの上位互換武器が存在します。しかし、それらの武器を未所持ならば、セイハートを使う可能性は十分考えられます。ですので、マグナでも神石でも一応一本集めておいた方が良いでしょう。コロンバ集めの副産物としてすでに持っている人は多そうですけどね。ということで、光子戦場までに毎日自発したいマルチと武器の必要本数について紹介してきました。周年を挟むので環境が大きく変わる可能性もありますが、周年以降は新コンテンツをやるために今できることはやっておきましょう。それでは、